このレッスンでは、ユニットテストとリファクタリングの関係について説明します。まず、リファクタリングというのは、プログラムを保守しやすい状態に保つために、コードの見にくい箇所や無駄なコードを修正する、こういった作業のことを示します。えすなわち、えー、例えばですね、あの、作業を進めていくと、とりあえず用意しておいた変数の名前が、なんとなく、あの、実態にそぐわないものになっていたということであるとか、あるいは同じことは関数に対しても言えます。 で、クラスの名前もですね、クラスにだんだんとこう機能が追加されていって豊富になってくると、元々のクラスの名前よりもちょっと変えた方がいいんじゃないかなといったことが出てきます。で、他にもですね、ここにあるようにマジックナンバー、あの特定のなんか数値がプログラムの中に埋め込まれていて、この132って頭なんだろうと言って頭をひねるようになってないかとか、それからメソッドの実装が長くなりすぎていないか、 あるいは、クラスの実装が長くなりすぎていないかということを見て、それをさらに親のクラスを作ったり、メソッドを2つに分割したりした方がいいような部分はないかといったことを見直していくのがリファクタリングという作業です。でこれはプログラムを保守しやすい状態に保つために行う作業ですので、基本的には1ヶ月とか2週間とか、そんな感じでこう定期的に時間をとって行うことが望ましいと言えます。 ま、だんだんですね、開発を進めていくにつれて、どんどん、あの、プログラムの中が、こう、汚くなっていく。で、時間に追われて、ついつい、あの、意味がわかりにくい変数の名前になっていたり、関数の名前になっていたりするということがあったりしますので、できるだけ落ち着いて、このリファクタリングに集中できる時間を、ま、定期的に取ることが望ましいと言えます。で、リファクタリングには、問題点もいくつかあります。で、特に、 一部の修正が全体の結果に影響を及ぼしてしまうことがあると。これがおそらく一番大きな問題だと思います。えつまり、あの変数の名前をですね、ちょっとわかりやすいものにしようと思ってえ変えてしまったと。そうすると、もうすでに存在する変数の名前がですね、そこにあの出てきてしまって、で、コンパイルの時にエラーは出ないんだけど、なんか自分が、えー、変更してない はずの値のところまで変更されてしまっているというようなことがですね、起こったりすることがあります。で、このリファクタリングで出てくる問題をできるだけ最小限に留めようということで、リファクタリングを補強する、補助する技術がですね、2つあります。で、そのうちの1つがユニットテストです。テスト駆動開発でユニットテストを用意した後にリファクタリングをすると、もうあの全体のソフトのですね、一部一部の動作が え問題がないかということをテストが保証してくれますので、リファクタリングをしてテストを実行して問題ないことを確かめる。で、またリファクタリングをして、えー、テストをして問題ないことを確かめるというような形で、あの、テスト駆動開発の、えー、ルーチンの一部としてこのリファクタリングという作業を組み込むことができるようになります。で、またリファクタリングをしているうちに、もともと動作していたはずのところが動作しなくなってしまうというようなことが起きたときに、まあ、 何が悪かったのかなということを過去のバージョンとの差分をとってですね。で、えー、原因を突き止めたり、えー、することができますし、まあ、少なくとも、あのー、元々の状態に復旧することが可能ですので、バージョン管理を行っておくことによって、心置きなくリファクタリングを行うことができるようになります。ということで、このコードの保守を行うために、リファクタリングをするためにも、ぜひユニットテストを導入する、そしてバージョン管理を導入するといったことを 心がけていただければと思います。このレッスンではユニットテストとリファクタリングの関係について説明しました。